でいきました。ボールになります。ボール先行です。高めストライクに。バッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。打ちました。ボテボテ。えのきだ。アウト。ツーアウトできました。引っ張った。ヒットになった。ツーアウトランナー。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああ、そうですね。さあ、こういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。ボールになります。ファウルです。ボールになります。ボールになります。入ります。さあ、ピンチは続き満塁という場面。まあ、勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。打席には8番のボーアが入っています。バッター有利なカウントになりました。これで3ボール出してるようですけども、開き直ってバッターに集中して抑えてほしいですね。はい、ボールをしっかりコントロールしていきたいところ。打ち上げました。掴んで3アウト。初球甘いコース、バットが出ませんでした。ファウルになります。打っているサンズ、まずはワンアウトを取っています。初球大きく外れています。島田、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは榎田、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。そうですよね。さあ、そのマウンド上の榎田、どういったピッチングを見せるのか。これが1球目。インコースファウル。危ない球です。チェンジアップ。確実にアウトが欲しいですね。さあ、この場面でバッターボックスには6番の荒木が入っています。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。さて、バッターの藤田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていく。さあ、この場面で打席には8番の上田が入っています。際どい球、わずかに外れています。これは手が出ない。さあ、この場面でバッターボックスには9番の板山が入っています。ファウルボールです。アウトコース、ボール。インコース詰まりました。
外崎抑えてワンアウト。